こんにちは、ヨッシーです。いかがお過ごしでしょうか。今回ご紹介するのはこちらです。これです。これね、四角いバッグなんですけど、ボックスポーチに持ち手がついた、なんて言ったらいいんだろう、ボックスポーチのボストンバッグ風って言った方がいいのかな。このボックスポーチに持ち手がついたっていうバッグを作ってみました。過去にですね、スタジオヨッシーでは、フェルト生地を使ったカバンっていうのをですね、ご紹介をしてきたんですけれども、なんかコメントで確かもっと大きなバッグを作り方を教えてほしいとかご要望があった記憶があったので、今回こちらを作ってみました。作り方はですね、非常に簡単です。ボックスポーチを作る工程とほとんど一緒なので、皆さんお作りいただけると思います。もう今回ですね、もうほんと 100% フェルトです。これ100均のフェルトを使ってます。外側とこの持ち手は黒なんですけれども、中をですね開けると、中はですねブルーのフェルトを使ってます。で、中はですね、もうすっきりとした縫い代が綺麗にできる方法で作っておりますので、中はすっきりとした仕上がりになってます。このジッパーなんですけど、このファスナーはもうこちらも100均で売ってる20センチの既製品ですね。20センチで作ってます。で、大きさは横幅が20センチ、高さが大体12、3センチぐらいですね。で、マチが10センチで今回作りました。型紙はご用意はしないんですけれども、寸法はですね、動画内でご紹介をしておりますので、ぜひ参考にされてください。あと大きさはですね、適宜変更していただいて、いろんな大きさのカバン、バッグができると思いますので、例えばファスナーを大きいサイズに変えてみるとか、深さとかマチを変えてみるとか、それを皆さんですね、お好きなサイズで作っていただければと思っております。それでは、最後まで動画どうぞお楽しみください。今回作るのはですね、このね、33cm×24.5cm の長方形の生地を、表生地が2枚と内生地が2枚、あと表生地をですねの用の、接着芯を2枚ですねを用意してください。あと取っては持ち手ですね、 8cm×30cm を2枚用意をしてください。これ適宜接着芯使っていただいて作って貼っていただいてもいいと思います。で、あとジッパーですね、ジッパーも 20cm のこの既製品を使います。材料はフェルトで作ってみたいと思います。フェルトはね、もうこれもね、20センチのこのファスナーもダイソーで買わせていただきました。とフェルトもね、ダイソーで買ってきました。黒のフェルトとブルーのフェルトを買ってきました。これで作ってみたいと思います。そうですね、外生地を黒、内生地を青にしようかな、ブルーにしようかな。で作っていきたいと思います。あとは接着芯、接着芯もこれなんかダイソーで、なんかパッケージ変わったね、ダイソー、これを使います。ではこのレシピに沿ってカットをしていきます。はい、ではですね、カットしていきましょうかね。材料を切りました。まず表生地ですね。330mm×245mm。表生地が2枚ですね。表生地が2枚と、内生地はブルーでやりますので、内生地が2枚ですね。と、持ち手、外生地は黒なんで持ち手が80mm×300mm2本と、あと接着芯は外生地用2枚と、あと接着芯いっぱいあったんで、持ち手の部分も2枚作りました。接着芯を表生地と持ち手ですねに貼って、縫い付けていきたいと思います。持ち手から縫っていくんですけど、こんな折って中央に折ってさらに折り返してこう縫おうと思ったんですけど、今回このフェルト使っちゃったんでかなり分厚くなるんですよね。
これ家庭用のミシンだと多分無理をしてしまうと思うので、今回はフェルトなんでこの切れ端がこうスパッとこうほつれないんで、そのまま半分に真っ二つに折って、さらに二つ折りして、このような状態、このような状態にしてステッチをここに入れたいと思います。こんな感じでですね、こことこの両サイドにステッチを入れていきます。はい、こんな感じですね。次はこっち側も塗っていきます。はい、こんな感じですね。結構しっかりした持ち手ができました。結構硬いです。ではもう一本ですね、こちらも作っていきます。持ち手ができました。はい、次はですね、この本体ですね、本体に持ち手を縫い付けていきます。上の方ですね、こう中央から左右に4センチぐらい取ってます。8センチのに、ここにつけるんですけど、つけるときはですね、ここね、適宜ね、お好きな範囲でいいと思います。僕ちょっとここ中央にしたいと思います。ここをこう四角くこう縫います。こんな感じですね、四角く縫いました。ここ適宜バッテンとか入れて補強してみてもいいと思います。で、反対側もねじれがないようにしてここにつけていきます。こんな感じですね。で、反対側にも同じようにつけていきます。このように2枚縫えました。次はこの表生地ですね、ここに、ジッパーをここにつけていきます。ジッパーは中表に合わせるんでしたよね。ジッパーは中表に合わせるんですけれども、ジッパー開いてここね、中表にここにまっすぐこのようにつけます。ちょうどね、ぴったりこの左右の留め具のあたりから、まあ、縫い代1センチ縫うんで1センチぐらいの距離に開けてですね、はい、こんな感じですね。内生地をですね、同時につけていけるいって縫いたい方は一緒に縫っていただいても結構です。ただずれるのが心配だっていう方はですね、表生地とジッパーつけて、で内生地つけてまた縫って、で縫い重ねていっても結構です。今回はちょっと一緒にも縫い合わせてみますね。はい、このようにして縫っていきます。縫うときはですね、そうですね、ジッパーをさらに変えます。縫い代1センチ弱で縫っていきたいと思います。スライダーが邪魔になるときはですね、奥に引いて縫っていってください。こんな感じで両方縫えました。はい、次はですね、反対側ですね、芋生地をつけていきます。ジッパーと表生地を中表ですねに合わせて、でさらにここに内生地のこのブルーの生地ですねをまた中表に合わせます。はい、ではですね、ここまた塗っていきますね。はい、このように縫えました。次はですね、ジッパーをですね、中央ぐらいまで締めていただいて、このジッパーのこの表のところ、際ここにですね、押さえのミシン、端ミシンを入れていきますんで、こうですね、ちょっと
表生地と内生地をですね、外表にこの合わせるような感じにしてしっかり伸ばしてですね、ここビーンと伸ばして、ここに押さえのステッチを入れていきます。はい、こんな感じですね。あとこっち側にも入れていきます。はい、こんな感じですね。次はですね、表生地と表生地、内生地と内生地を中表に合わせてください。このように合わせましたら、入れるところはここですね、こことここと、あとここ、ここ、ここ、ここですね。で、ここに返し口を開けていってください。縫い代1センチで縫っていきます。このように縫えました。こことここと、ここと、ここ両サイドと、でここに返し口を開けてます。次はですね、このまち作ったところをですね、三角にこう折ってまちをつけていくんですけれども、縫いやすいように今ここ縫いました縫い代を全てアイロンで割ってください。軽くアイロンで押さえていきました。押さえたらですね、マチを作っていくんですけど、マチはこの四角くカットしましたよね。ここをですね、このようにこう広げて、縫い代同士をですね、こう真ん中でこう合わせるんですよね。で、このように合わせて縫い代をこう割ったような感じ、このような状態で留めていただいて、で、ここを縫い代1センチで縫います。では縫っていきますね。はい、今ですね、底の部分になるマチを、外生地のマチと内生地の、底に来るマチですね、を縫いました。次はここの上の方に来る、それぞれ上に来るマチなんですけれども、ここはですね、ここをこう合わせていただいて、縫い代とこのジッパーの中央を合わせて、でさらにこの内生地のここの部分もですね、一緒にここを重ねて合わせるんですよ。合わせていただいて、でここをこう一緒に縫い代1センチで縫っていきます。こんな感じですね。ここ一緒に重なってますよね。ここを1センチで縫っていきます。で、反対側のこっちも同じように重ねます。ジッパーがね、今ちょっと真ん中で開けている状態なので、ジッパーが開いてしまうんですけれども、ずれないようにきちんと閉じて、で、ここをまた1センチで縫います。はい。1センチ縫いました。ここですね。はい。次はこっち側ですね。を同じように縫い代1センチで縫っていきます。センチで縫いました。次はこの返し口ですね。返し口から表に返します。ちょっとこのぐらい、こんな感じにしていただいたら、ここの返し口を閉じます。閉じるときはですね、ミシンで入れていってもいいですし、綺麗に仕上げたい方はコの字かがりで手縫いをしていただくと、より綺麗に仕上がると思います。今回は綺麗にしたいので、コの字かがりをしてみたいと思います。
はい、ではコの字かがりをしていきます。この字かがりのやり方は確かね、なんかの動画でね紹介してたような気がするので、はしょります。ここね、ミシンでね、ミシンでガーって縫ってもいいんですけど、やっぱステッチが見えてしまうのと、この縫い代がこう潰れちゃうっていうか、まあ、内側に入るところだからね気にしないっていう方は多くいらっしゃるんですけど、まあ、気になる方、あと作品としてね、販売をされる方っていうのはこの辺手縫いで仕上げられるとより素敵な作品ができると思います。はい、この字かがりをしました。綺麗にほら仕上がるでしょ。結構内側に、内生地なので内側に入れて、はい、出来上がりました。ボックスポーチ風、違う、ボストンバッグ風ボックスポーチ、ボックスポーチ風ボストンバッグ、どうです？可愛いでしょ、ほら。なかなかいいんじゃないですか。100均のフェルトとジッパーですね。だから300円もかかってないですよ、これ。で、こんな可愛いポーチができる。で、自立しますし、で、フェルトだからしっかりしてますし、とってもね、こうやってこうピーンと立った状態になるっていうのが理想ですよね。と、ここジッパーは、まあ、20センチなので、間口は狭いです。ただ、内側もしっかりと。内側もきちんと内生地ありますので、で内側の処理もきれいに、こう縫い目もですねきれいに処理をしておりますので、非常に中の空間が広くいい状態になってます。今回は何もデザインしなかったんですけれども、スタジオヨッシーではだいたい刺繍をしたりするので、この辺に刺繍柄入れたりとか、まあ、ワンポイント何かネームを入れたりとかね、することもできるできますね、はい、いかがでしょうか。こんな感じで出来上がりました。参考にされてください。いかがでしたでしょうか。今回はですね、100均のフェルトを使ってですね、このボックスポーチに持ち手がついたボストンバッグ風っていうのかわからないですけれども、このようなバッグを作ってみました。作り方簡単だったでしょ。もう本当ボックスポーチにただ取っ手を最初につけるっていうだけでの工程なので、非常に比較的簡単にできると思ってます。通常のボックスポーチね、ここにここまでこうジッパーが降りてくるので、必然的にここが幅が狭くなってしまいますけど、今回はここの真横一番長い辺を20センチマックスで取ったので、少し大きめなサイズを作ることができました。でこの厚さとかマチですねとか深さはですね、本当お好きなサイズでできると思うんですけど、おそらくこの形がとてもバランスのいいサイズじゃないかなって個人的には思ってます。このね、持ち手も接着芯をつけたっていうのと、あとフェルトで作ってるっていうことで、こうやってピーンとして自立してるからですね、こう置いた時も様になりますし、非常に持ちやすいとか使いやすいっていうか、非常におすすめしたいバッグです。これね、以前少し作ったことあったんですけれども、結構好評いただいてて、まあ、最近はちょっと作ってなかったんですけれども、まあ、今回ねせっかく作ったので刺繍を入れたりとかですね、違う柄で作ってみたりとかして、今度ねマルシェとかに出品できたらなと思っております。皆さんもどうぞ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、高評価をぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。ご視聴ありがとうございます。